こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回の動画は我が家の観葉植物を植え替えしていきたいと思います。南側の窓側にこんな感じで植物がいっぱいあります。もう一つこの窓辺に大きなパキラが一つあります。この大きなパキラも植え替えはしたいんですが、とてもじゃないが重たくて、おかちゃん一人の時にはできません。なんで今日はこちら側の昨年植え替えてない子たち、もしくは昨年手に入れた子たちを植え替えしていきたいと思います。はい、じゃあ今回植え替える子たちを紹介します。まずは一番左側、ガジュマルです。中にポットが入ってると思うんですが、昨年の、花友フェスタで購入した子なんですが、そのままこのイビックスさんの鉢に入れたままにしてあったので、これを植え替えます。その隣のこのちっちゃい子、この子はスリーコインズプラスさんで買ってきたザミオクルカス、とてもちっちゃいんですね、鉢が。これも植え替えます。あとこちら2つがですね、昨年だよな、 IKEA さんで買ってきた子たち、大きくなりすぎちゃったので、よいしょ、こうやっておしゃれな鉢の中に入れてあったんですけど、もう根が出てるので植え替えます。あとこの子、この子もだいぶ葉っぱが育って大きくなってて、この子はどうしてるかっていうと、はい、ね、見た目のためにダイソーさんのグレーの鉢カバーにしてたんですけど、穴が開いてるので、その中に見て、金ちゃんヌードルをカットしたのに水が抜けないように入れてたんですよね。これもじゃあ先に、後でこれから始めるので後で見せたいと思います。はい、じゃあこの子一体全体どんな名前があるのかな、後で調べときます。見て、もうだいぶ根がこうやって出ちゃってます。これを植え替えるんだけど、これに入れていこうと思うんで、使うのがこれ、ダイソーさんに100円で売ってたんですよ、1個、プロトリーフさんの観葉植物の土、多肉にも岡ちゃんよく使うんですけど、これが虫がつかない有機の肥料が入ってない土です。開けるとわかるんですけど、ほぼか沼土、そこにパーライト、赤玉、観光性肥料を速効性肥料が入ってるそうです。鹿沼土って表面が乾くと分かりやすいので、これでいきます。鉢底石入れないでいこうかなって思ってます。鉢底ネット二重にしてこのままいこうかな。まずは開けてみます。育て方とか特徴とか詳しくお話ししていると動画がひたすら長くなっちゃうので、今回はですね、ざっくりだけお知らせしたいと思います。葉っぱが丸くて大きくてカラテアっぽくないけど、やっぱりカラテアさんなので、お水が大好きなので
表面が乾いたらたっぷりお水やりをしてあげてほしいです。ただそれだとちょっと足りないので、時々は霧吹きをしてあげた方がいいかな、ちょうどいいと思います。入れすぎた。このプロトリウスさんの室内向けの観葉植物の土なんだけど、お母ちゃんちは全部大体これで植えてるんだけど、植え替えがすごく楽なんだよね。粒々感たっぷりで、こう根と根の間にもサラサラサラっと入っていってくれるし、水やりがですね、あげすぎちゃってもさーっと抜けてくれるので根腐れしにくい。お水やりしすぎちゃう人にも向いてるんだけど、お母ちゃんみたいにお水やり控えちゃう人にも色でねタイミングがわかるのであげやすいんですよね。この色が土の表面に出てると白と黄色が中心なので爽やかなんだよね。はい、一つ完成。次、同じイケアで買ってきたこの子。この子はこういう白い鉢カバー、イケアの鉢カバーに入ってます。で、これは鉢カバーなのでまた使用します。これを、根っこが出ちゃってるね、抜けるかな。抜けない。これはちょっと苦労しそうだぞ。もっと早くにやればよかった。よいしょ、抜けた。よいしょ、ドラセナ環境ですね、これね。イケアさんの観葉植物、名前がついてこないんだよね。ドラセナは分かっていたんですけど、正式な区別された名前が分からなかったのでGoogle 検索でかけてみたところ、ドラセラのレモンライムっていう名前がついてるそうなんです。ドラセラは丈夫なので大丈夫でしょう。この辺の根も少し剥がして伸びやすくしときたいと思います。ドラセナは白い鉢の方が可愛いなと思ったので、白い鉢どれにしようかなって思って、これも多分ダイソーだったと思うんだけど、これも鉢底なしていきます。この土を変えるのはね、やっぱりね大変なので、去年パキラを植え替えた時に全部の土をこの土にね変えたら、力が戻ってくるまでにすごい時間かかっちゃったので、今回を避けるために新しい土を足していくみたいな形にします。このドラセナはこのレモンライムの色がすごく特徴的で一番の売りなんだけど、このライム色を守るためには
ある程度の日光が必要なんだよね。だけどドラセナは直射日光に弱いんで、直射日光には当てちゃダメなんです。室内においてレース越しの明るい窓辺ぐらいが一番いいと思うんだけど、直射日光じゃなくても水滴が残ってたりするとレンズ効果でそこだけ焼けちゃって水玉に黒くなっちゃったりするので、それは注意しなきゃいけないですよね。2つ目、このザミをいきたいと思います。ザミを育てたことがないんで、よいしょ、あ、抜けちゃった。こういう感じか。何に植えようかな。これがかっこいいかな。これ本当は底面給水鉢で、これもついてるんですけど、実はね、いらないかな。取りたいんだけど、取っちゃうとまたこれをどっかなくしちゃいそうなので、このまま行くけど、底面給水でお水を入れたりしないように育てていこうかな。ザミオクルカス、エアコンの風が直接当たらない場所に置いてください。カーテン越しの明るい室内で5度以下になる場所に置いてください。5度以下にならない場所だ。5度以下にならない場所に置いてください。夏場は1週間に1、2回の水やり。っていう感じで説明書には書いてあったんだけど、ザミオは赤ちゃんも初めて育てるので、ちょっとね、調べてみたんです。で、ザミオは里芋科の植物なので、水切れに強いらしいんですよ。で、水切れに強いっていうことは、そう、あまりお水をあげると腐りやすいっていうことなんですよね。直射日光にも弱くって、でもあんまり当てないとこの葉と葉の間の節間っていうのが伸びちゃうらしいんで、それはかっこ悪いんで、ある程度カーテン越しの日差しぐらいは必要かなって思ってます。夏場は屋外で育てても十分いけるそうなんですが、寒さにはちょっと弱いらしいので、15度以下になるようだったらもう家の中に入れた方がいいそうです。冬場の水やりは本当に少なくていいんじゃないかなって思うんですよね。お母ちゃんはね、夏場でも1週間に1回ぐらいしかお水やらないスパルタなんですけど、冬場になると本当に2週間に1回もやるかやらないかっていう感じで、ちょうどいいのかなって思います。さあ、これはね、お水をたくさんあげたい人は注意しなきゃいけないですね。ザミオ完成。最後、ガジュマルです。ガジュマルさんは前回は幹が腐っちゃったんだけど、腐っちゃって売ってたんだよね。今回は大丈夫そうです。ガジュマルさんの特徴で言うと、ガジュマルさんもこの幹にお水をたくさん含んでて、足りなくなると水分を幹から使うんで、お水をあげすぎるとこで腐っちゃうんだよね。なんでさっきのザミオほどではないかもしれないけど、水少なめでいいタイプの樹木なんで、お母ちゃんにはぴったりかな。と、直射日光もあんまり得意じゃないので、お部屋の割とこう中心部に置いても大丈夫なんだけど、時々は日に当ててあげないと、この葉っぱが弱くなっちゃって薄い色になっちゃうんだよね。で、温度が下がりすぎちゃって5度以下になると葉っぱが落ちやすくなっちゃうので注意が必要かな。あと、こう元気がいいといいで、ピョーって伸びてきちゃうので、伸びちゃったら上の方をちょっと摘心をして
伸びるのをストップさせた方が見栄えがいいかなって思ってます。このくらいで周りの土だけをこの土で植えていこう。このくらい幹があんまり下に沈んじゃうと腐っちゃうんだよね、カジュマル。今回植え替えした4つの植物の特徴をお水やりに限定してまとめると、カラテアはすごくお水が大好き、ドラセナはまあまあ普通だけどお水好きな方かな、ガジュマルとザミウはお水やりすぎると腐っちゃうタイプなので注意が必要で、そういうタイプは鉢をいきなり大きくしないことが大事だと思います。そしてできるだけ水はけのいい土に植えておくことがこれまた重要なので、このプロトリーフさんの土すごくいいと思います。はい、ガジュマルも完成しました。これで今日はお外でお水やっていきたいと思います。今回は4つの植物を植え替えました。次回はこの大きなパーキラを植え替えたので本当に大変だったんですよ。植え替えもこう植え替え終わってから室内に入れるのも、お母ちゃんこんなに大変だったらもうやらないって思っちゃったほど大変だったので、ぜひ動画にするので見てみてくださいね。それから観葉植物の普段のお水やりも動画にしてみたいと思いますので、お片付けの動画と観葉植物なんかの動画が順番に出ますので、よかったら好きな方だけでも見てくださいね。それじゃ次の動画でお会いしましょう。またねー。